ねえねえ見て見て、あそこシュプリームって書いてるよ。サンセットブルーバードに移動しましたって。はい、はーい、カレンです。はい、本日はねちょっと天気が悪いんですけれど、またはいメルローズフェアファックスの方に来てます。なんでこっちに来たかというと、まあ、シュプリームが移動したじゃないですかね。移動した後私たち全然来てなかったよね。で、店舗がどんな感じになってるのかチェックと、あとは、まあ、ちょっとね手放したいスニーカーがあって3足あるんですけど、それをまたシュプリーム近くのスニーカー屋さんに持って行って、もうそれもダメだったらクールキックスの方に持っていこうかなって思ってます。まあ、ちょっとね景色見ながらどんな感じに変わったのかチェックしていきましょう。なんかさ、アマゾンプライムにさなかったシュプリームのなんかアニメみたいな、あったよ、フェアファックスっていうアニメ。そうそう、みんなわかる、私たち見たんだけど、そこをここもねプライムフェアファックスも題材にしてるよね。このタイマーは有名だね、フェアファックスも、ね、なんかさ、シュプリームの時みんなここに買いに行ってんじゃん、ご飯とかを、トイレとか使って、ね、なるほど。で、人いなくなったのかなと思ったら結構混んでる、なんかここは混んでる。ここさ、チーズケーキめっちゃうまいんだよね。そう、美味しい。で、ちょっと歩くじゃん。もう人いるね、シュプリームないのに。もう意外とね、まだいる。日曜日なんだけど、日曜日ってあれじゃん、フェアファックスハイスクールでフリマがあってさ、うん、みんな結構来るんだけど、まあ、それで流れてきてるじゃない、日曜日は。そう、そのお店もさ、アプリあるって知ってる、うん、私前ちょっと使ってたけど、うん、で、ここがシュプリーム。さよならですね、歴史なくなっちゃっためっちゃ手、毛いっぱい生えてるよ。ネックフェイスだね。あ、すごい。ニューロケーションのご案内までしてくれてます。ネックフェイスです。バイバイ、フェアファックス。バイバイ。上は？ないよ。このマーク取られちゃってるね。ちょっとこの後、こちらどうなったの？リップンディップはちょっと取ったよ。こちらも持ってるね、このやつ。テープはあれだ。こっち下に連絡する。マスキングコラボしてる。これダイヤモンドやったことない？ダイヤモンド。え、ないよ。リフォームしてるのかな？ハフはあるよ、ちゃんと。ハフあるね。ハフ人気だよ。あ、ここのメガネ屋さんめっちゃおすすめ。ここめっちゃいいよ。あのカルティエとかもすごい。ソウルステージ。ソウルステージでしょ。まだ人流れてます。ね、あ、ティファニー置いてあるよ。あ、これさすがに、あ、これもまだ。ソウルステージのコンセプトストア。中がね変わってるんで、シュプリームチャリ置いてる。うん、かわいそうなのがニューヨークのソウルステージも、うん、昔なんかシュプリームの隣にこさあ、そうそうそう、店建てたのに、そうなの、その後すぐシュプリーム引っ越しちゃうっていう。そうで、ここもそこまですぐではなかったけど結局は引っ越ししちゃったから、そうかわいそうなとこあるよね。そう、なんかやっぱ流れてくるって流れてくるじゃん、本店で買わないから、ね、うん、転売で買うみたいな、ちょっと心配だよね。結局全部流れちゃったね。なくなってほしくないからね、お店がね。私たちも行って楽しいじゃん。まあね、ランチもなくなったからもうこれから厳しいよね、転売店。なんか私たち的に思うのは、ランド2がなくなっちゃったのは結構分岐点ではあるよね。そう、イセール店、 LA のイセール店いろいろ行ったけど、すごい分岐点考えちゃうよね、いろいろ。そうだね、ニューヨークもなくなったから、ね、ここはゴートン、ドロップオープン。これね、ソウルリバイバル来ましたよし、ここでちょっと
いらないスニーカーをトレードインしましょう。そうです。ちなみにここね、雇ってる。私この間見つけたよ、雇ってるの。とりあえず私たちのスニーカーちょっと行こう、はい。で、店内入ってこうね、すぐ入ってくるとセールで、ここの奥がセールカウンターで、奥で取引をします。で、店内はちょっと2カ所に分かれてる感じです。ここに、あ、新作とで、ちょっと角に行くと、ここはスティールカウンターです。たまに超お買い得なものが隠れております。今回はちょっとないかな、まあ、サイズは結構ちっちゃめが多いですね。こちらお気に入りの天気はいなかったね、うん、なかったね、うん、いいよ、どこどこがいい、うん、まあ、で、私たち何手放したっけ。パンダと、あ、そう、パンダのレディースの7、私のサイズなんだけど、それを手放しました。それと、うん、あとはメタリックブラック、そう、ジョーダン1のハイのやつ、結構前に出た黒ベースのメタリックのパテント の、 あのゴールドのやつですね、うん、サイズ12、うん、でジョーダン1は150ドル、パンダはもう損切りですね。それはもうパンダは、パンダもね、アメリカ国内結構もうリストックが半端ない数出てるので、最近リセール店も全然そう受け取ってくれなくて、そう、もう定価だよね、ほとんどメンズの大きいサイズじゃなければ。いや、あれ定価とね、買い取りてかマイナス、今回2足持ってってマイナス25ドルです。でもそれはしょうがないです。ジョーダン1があまりにも下がってるよね、そう、市場価値が。やっぱね、アメリカパテント人気じゃない、うん、だからパテントブレッドも出たじゃん、あまり、そうだよね、上がりは良くないよね、うん、まあ、うん、まあ個人的に自分で買っていらないって思って、じゃあそれで寝かして値段上がるっていう時代でもないから、そう、まあでもさ、ちょっと若干マイナス30ドルとかでも損切りできるんであれば、全然まだ、まあ、許容範囲だよね。家で埃保つぐらいだと誰かに入ってもらいたい。そうそう、もう割れるのも怖いし、特にパテントとかだともう入れてガチャガチャしてる時点でもう傷がついちゃうから、うん、もう早めに手放すっていうのも一つの手ではある、まあね、まあアメリカのそういうところは結構いいよね。なんかそういう、そう、アメリカ本当もう全然トレードも買い取りも普通だよね、しやすい。あ、でもいい、環境的にとてもいい。普通はスニーカーいっぱい持って、なんか売りに来たりトレードしに来てる人いっぱいいるから、悪くはない。それがトレンドで、そのトレンド作ったのはラウンド2なのに、そのバイセルトレードっていう、そうなのにラウンド2がないっていう、そう、ちょっと寂しいよね、そこはね、寂しいね、うん、そうね、うん、まあ、でございます。次はどこ行こう。ライトクラブ、ライトクラブ行こうか、久しぶりに、うん、そうですよね、行こう行こう。ブライトクラブに来ました。え、かっこよくない、すごい、たくさん。あ、一番熱いパイングリーンです。パイングリーン欲しいね、 SB の、ジョーダン4欲しい、みんな欲しい、みんな欲しくて狂ってる今。かっこいい、ちょっと分厚いのか、宣伝しているといいね。話題のティファニーエアフォースワンがありました。かっこいい、見える、かっこいいです。こちらがグレイルウォールでございます。もう幸せすぎないですか、値段がいい。あのボートとアメリカのそのなんかストック X みたいな、あ、そう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 、ボートの値段で、まあ、同じ会社なのね、フライトクラブは今、そうそうそうなんです、あのボートと同じ値段だから、 ボートの値段みんな手軽でいいよね、手軽に買える価格になった、本当に安いフライトクラブ。昔フライトクラブだった時はもう全然買えないよ、あの値段は。ああ、もったくりな値段だったけど、そうそうそう、はっきりそうだった。ボートと合併してから安くなったから、そう、全然ちょっとお金貯めたら買えるような値段だよね、ちょっとレアなスニーカーでもね。まあ闇だけど、アメリカのフットそういうところもあっちゃうよね、アメリカっていう話はある、アメリカの中でね。それもバックドアのデビルじゃない、バックドアじゃない、今
フロントだから。もう手前でもう普通にもうね、リセールの方に行っちゃうよね。レアのやつは。全然何回もあるよ。もう普通にレディースで買えない。もうまあね、そういうですね。あ、アメリカはね。そうなんです。そんな感じです。嬉しいことに。はい。行きましょう。かわいいよ。ここは新しいんですよ。ここ前からあるよ。前ここなんかデザート屋さん、あ、ヨースデザート屋さんか。移動しましょう。はい、移動しよう。 B さん、もう一足何残ったの？ね、あのあシルバートーだ。そうですね、ジョーダン1のレディースプーとかのやつだね。そう、あれをね、ニューヨークで買ったんだけど、そう、私も持ってるんだけど、私2足持ってるから嫌なくて手放したくてさ。そう、まあ、手放そうと思ったんだけど、130ドルはね、ちょっと130ドルオファーだったんで、それはちょっとパスです。マイナス50ドルだから、ね、それは痛い。痛い。はい、またちょっと移動してきて、今ね、グローブの方に来ました。ちょっと後ろはナイキです。ちょっと私ね、バースデークーポンがあるので、3月誕生日だったんで、まあ、それを使おうかな。スニーカーがいいのがあったらね、ちょっとまだ期間もあるんで、ちょっと見抜いていきたいと思います。とりあえず今回メルローズ行ったんですけど、どうでしたか、 B さん？まあぼちぼちだね。まあぼちぼちではあるし、ギリギリまだスニーカーも、まあスニーカーはね、トレードとかセールとかできるかなって感じかな。そうだね、アメリカ人好きだから。そう、私たち結構ニューヨークの時もそういうことしてて、まあ欲しいスニーカーとかに買えてたんだけれども、やっぱり去年と今年で全然違うね。全体的にやっぱ市場価格がちょっと下がってきてるから。それはある。結構スニーカービジネスってそういう政治とかにも結構左右されやすいとこあるね。結構大きなビジネス、大きなマーケットだからね。ああ、まあ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 、そうそう、まあ、コロナとかでも、ね、そうそう、結構やっぱりコロナの時さ、実際お金持ってる人が多かったっていうのもあって、結構みんな欲しいもの買ったりとかしてて、スニーカーの動きはすごい良かったんだけれども、やっぱり今年入ってなんかやっぱりね、落ちてきてはいますね。それはあのアメリカはコロナになって国がそういうお金ばらまいたってことだよね。そうそうなんです。無償で、確かに。そうなんです。あら、日本でもあったじゃん、10万円なんかコロナの支給みたいな。そういうのもやっぱアメリカであって、ね、スニーカー買うんだよね。そうスニーカー買ってた人もいたね。そう、まあしょうがない。まあ波はありますから、なんでも、はい、な感じでございます。またね、今回の動画はここら辺で終わりたいかと思います。今回もご視聴ありがとうございました。この動画がいいとチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた、じゃあね、バーイ。何ゲットしたの？ My size、B さんサイズ、めっちゃでかい、 11.5 やったじゃん。やりましたね、よかったね。よかった。